武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、早稲田大学商学部の日本史の勉強について話していきたいと思います。時間60分で、配点60点ですね。で、大問が6題、出題されております。で、そのうち、基本的には選択、中心ですが、記述問題と論述問題が出ております。ただ論述とは言っても数十字程度の論述なので、論述用の参考書をわざわざやるというほどではないですね。まあ、実力をつける100台なので、ついている論述だったり、などで十分対応ができる、量かとは思います。で、大問6個、出ているんですが、時代は結構バラバラで、まあ、古代から戦後以降まで結構まんべんなく出るような構成となってますので、全体的に、まあ、取りこぼさないようにしていきましょう。で、商学部は全体的に問題は何だか一見するとちょっときついなみたいな問題、割と難しいなって感じるような問題が、多いのですが、だから実際その慣れていって見てみると、割とその本当に問題集やっておけば十分対応できる、難易度にはなっていると思います。ただそれが答えられる上まで行こうと思ったら、やはり教科書でだったり用語集をちゃんと調べて、まあ、詳しくしておかないと、基礎終わったらすぐ点取れるみたいな、形式ではないので、まあ、過去問を挟みながらですね、どの辺まで要求されるのかっていうのを学んでいって、まあ、解くように、していってください。で、資料の、出題率が、まあ、大体半分ぐらいは資料大問のうちですね、出てくるので、資料問題の対策は、しっかりやっておきましょう。で、もうこれは有名どころの資料、しか出ないというわけでは、なく、ある程度マイナーなのも、出てくる、ふうになりますので、まあ、資料問題の一問一答なんかであれば、本当に、まあ、星一つ以下のちょっと あまり出ないであろう資料の方を目に通しておいて、まあ、それ出るのがそれじゃなかったとしても、初見で見た時でも、ああこういうふうに見てきゃいいんだな、判断するポイントここなんだなみたいなのが、分かるように、しておいた方がいいかなとは、思います。以上が、日本史の勉強となります。